ハロー、たけきです。はい、ということで、今回はですね、東京の新宿にあるいきなりステーキあるやんか、いきなりステーキシリーズみたいな感じで、ホニャララステーキっていうのが結構いきなりステーキが流行った時にできたんよね。それこそ今まで言ったんが突然ステーキとか、あとやっぱりステーキとかも言ったことあるんだけど、で今回行きたいのが、まあ、そういう系シリーズ、がっつりステーキ。がっつりステーキ、ええ名前やん。今いきなりステーキよりその前言ったやっぱりステーキの方が売り上げあるらしい。なんか流行ってんねんって。でその前に行ったら突然ステーキが潰れたみたい。ホニャララステーキ業界でも結構ね、いい時と悪い時さ激しいみたいよ。というわけで本日はそちらのガッツリステーキまで行ってみましょう。ハキハキショー。寒いよ。撮影時間が何やったっけ、なんか指定されててめちゃくちゃ混むから、お昼の3時半とかに来てくれって言われたよね。最初3時ぐらいって言われてたけど、それでもちょっと混むかもしれないんで3時半ぐらいに来てくださいって言われて、今3時半とかなんよ。いや、こんな時間帯でがっつりステーキ食う人っておんのかな。だからそんな辺も含めて楽しみやね。めっちゃ繁盛してるってことやもんな。え、ちょっと待って、がっつりステーキ見つける前にさ、めっちゃいいネタ見つけたよ。何？ステーキハンバーグなんかおかわり自由みたいな、あ、めっちゃ美味しそうじゃない。確かに。やめる？出ました。見えますか？上に滑り立つガッツリ系。え、ガッツリ系ステーキ？え、正式名称ガッツリ系なの？何その、なんかガテン系とかサフ系みたいな。え、そういうこと？え、ガッツリ系ステーキって書いてるよ。付け合わせは唐揚げ、すごいね。え、正式名称調べてみるの？え、ガッツリ系ステーキの？正式名称正規末？え、あ、また違うん？あ、ほんまやな。なるほどね。で、注目のメニューがガッツリステーキなんや。ガッツリステーキ見つけました。じゃあこれ食べていきましょう。これでも何が面白いって、音楽うるさいな。さあ、お店に着きました。何やかんや3時40分。お客さんガッツリいます。一つ聞きたいんだけど、何ご飯なんや？お昼でもないや、晩でもないや、おやつとかなんかな。ということでね、まあ、今回行きたいのが、まあ、付け合わせは唐揚げってしつこいほど書いてるやんか。この中でちょっとガッツリステーキ、ガッツリステーキってどれや。あ、あったね、ガッツリステーキ。あ、なんかコスパランキングみたいなの書いてるんだよ。ほら見て、うまみ星3つ、柔らかさ星4つ、コスパ星5つ、コスパ抜群だし。まだ今回ね、一番人気のガッツリステーキで、付け合わせで言ったらこうサラダセットとかご飯を頼めるのね。で、そこのご飯って面白いのがあってさ、見て、チョモランマ盛りってあるよね。大盛りが200円プラス、チョモランマ盛りになったら380円プラスになるよ。えぐいの来そう。え、すげえ。これ今、すでに今下、火がない？旅館の鍋みたいな。あんな感じで。そう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 、固形燃料。すいません。いや、存在感バッチじゃねえな。水泳写真端っこにおるけど、めっちゃ目立ってるやつみたいな。さすがです。チョモランマ。すごい。いやー、うまそう。これ改めて。すごいね、こうやって持ったらな。光り輝くライスになってるぜ。ヘブン。この店のオリジナルソースです。うわ、いただきます。あ、おいしい。え、めっちゃ柔らかいよ。なんか横のリブロースとさ、値段 2.5 倍ぐらい違かったやんか。だからどうなんかなって思ってたけど、え、めちゃくちゃおいしい。え、好き。なんかね、ちょっと脂身少ないんかな。なんか脂身が苦手やからさ、だからあの普段もヒレステーキとか好きなの。なんかそれとリブステーキの間ぐらいの感じ。しかもソース、オリジナルソースって言ってるけどさ、結構オーソドックスなステーキソースなんかなと思ってやんか。これって見た目でも分かる通り、なんかケチャップ風味が強いよね。唐揚げいただきます。付け合わせの唐揚げ、これがついてくる。2つついてくる。あ、あ、好きなやつ、おいしい。あ、これもね、ソースなんかつけたって。あ、うん。このライスの方もいただいちゃいます。チョモランマ包丁したいやん。頑張って登りきりたいと思います。よかん、うん、合うわ。うん、でもそういえば最近いきなりステーキまたなんか炎上してたな。牛肉の仕入れ価格が過去に例を見ない水準で高騰してんねんって。まあ確かにそうなんちゃうかな。このコロナ禍とかでさ、大変そうやんな。あ、でもいきなりステーキがいきなり
いきなりステーキがいきなり値上げっていうヤフーニュース載ってるじゃあそうやな、いろいろあるよな、仕入れとかとかさ、本当に YouTube のユーザーはお金も買ってないのも余裕だほんまにこいつらはただにわざわざ覗きに来てさ、もうペッて帰ってくるやつおんの中に勘弁してくれよって思うよな、無銭飲食や逆にショーは YouTube でコメントすることってあるの？この前ジャスティン・ビーバーにコメントしたわ。なんで？グッドソングとかそれぐらいかな。え、あるコメントすることとか？ある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 。あ、そうなん？あるよ。逆にそれでなんかいいねもらったら、うわ、いいねついたわみたいなとか。視聴者やん。え、だから竹脇翔の動画にコメントしたことある？竹脇翔にはないよ。あ、ないんや。ないよ。まあ、書くとしたら兄面白いねとか。桜よ、皆さんそのようなありえないコメントが来た場合は少し桜だと思ってくださいめっちゃトマトソースじゃない？うまいな。でもこれ一応ここのお店のオリジナルソースらしい。鳥系っぽいよな、このソースの味付けの感じが。鳥のトマトソース柔らかねみたいな。あ、でもハワイ発祥の店なんだな、そもそもが。あ、そうなんや。ハワイ生まれエコタ育ちって書いてる。エコタって読むんかな、分からんけど。ステーキイコールハワイっていうイメージあんもんな。まあそうか、どっちかっていうとロコモコとかそっち系やけどな、イメージは。ああ確かに。まあでもガッツリステーキか、確かにな。なんか海外に来たみたいでいい気分になるけど、確かにこれアサイーボウルが入ってそうな、なんかこの木の茶碗やもんな食っても食っても減らん、食っても食っても減らんぞ。じゃあさ、なんか自己肯定感高いエピソードみたいな。そうなぁ、 RPG の主人公と思って生きてるよ。それぐらいすら楽しくなくない？自己肯定感テイルズオブタケホニアみたいな。テイルズオブタケホニア、みんななんかこう世界の中心で生きてるっていう、もうそれぐらいのまあ思んないや人生って。じゃあさ、え、どう思って生きてる？僕は村人 B ですみたいな。いやもう今ほんま同じこと言うんでしょ。村人 A がいかに楽しく生きてるマジで昼か夜かでセリフ変わるやつやん。こんにちは、この先は危険だから行かない方がいいよ。深夜話しかけたらブツ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 みたいなそれやん。え、それでいいの？いや、その主人公になろうは思わんな。なるほどね。どんなんやろな、世間のみんな逆にどっち派なんやろな、主人公タイプなんか村人タイプ。まあどっち派、まあ多い少ない以前にそういう方が楽しいよっていう、まあまあまあ、生きててね、レベル上げしてるみたいな。ファイナルアニファンタジーになるわけだけど。え、何どうした？村人に話しかけられたと思ってハグうまっ。でもさ、最近思ったのがさ、コメント欄って基本的にこうファンというか、いつも見てくれてる視聴者さんが書いてくれてるやんか。で、ツイッターってもう本当にファンでも何でもないけど、なんか思ったこと書いてる人多いやん、エゴサとかしたらさ。ちょっと今エゴサしたから、ちょっとそのコメントを適当に読んでいっていい？はい。西内の情報収集するのが割と好きなので、ここに来て初めて竹脇ショートが見る。最近謎にショートで伸びたっていう。500万ぐらいいってるからな。すごいな。ゼロ円ホテル。はい、どうも竹脇です。本日は西内のゼロ円ホテルに実際に泊まってみた。おお、なるほど。いや、すごい街よ、ほんまに。行くたびになんか発見あんもんおもろいよな。飽きひんな。飽きひんよな、ほんまに。マジで竹焼き以上に可愛い女性見たことない。いとこのママ誰か似てんなと思ったら、女装してた竹焼きだったわ。ジェニーズは分からんけど、竹焼きショーの女装は正直いける。竹焼きってオタクに優しいギャル味を感じる。な、俺はなんか大阪のギャルかなんかと間違えられてんのか最近これもショートでね、上げてるからな。そうやね、懐かしい。それこそこう新宿やけど、新宿とかでなんかナンパ企画とかやったもん。でもさ、年齢って別にいつになってもやろうと思ったらできるやんか。だから逆に言ったら60ぐらいでやったらさ、もうおばあちゃんやんの。60のじいさんがばあさんみたいな。そう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 。てか、なんならばあさんみたいなじいさんおるから、案外なしでもいけるかもしれないおれへん。いや、おじいさんおばあさんどっちみたいな。兄とかそうや、なんかおばあさんみたいになりそうやん。あ自分で納得するんやな。顔してんねやろな、三兄弟。将来年いったらな。なんか、ある？逆におじいさんになったからこそやりたい企画みたいな。田んぼ耕してみたとか。逆に他に余裕あったら、東京の一等地に土地買ってコンクリートジャングルを本物のジャングルにしてみたみたいな。盆栽100本きれいにするまで帰れません誰が見んねんな。すごかったな、チョモランマ盛り。その名の通りほんまにマジでチョモランマやったわ。この高さがあるご飯の盛り方ってなんか食っても食っても減れへんのよね。なんか二郎系ラーメンの上にあるもやしみたいな感じで、結構いったなと思ってもまだなんかもうぎっしりしてるっていうか、そう密度が高いというか。いやでも本当に改めてごちそうさまでした。いやでも次もね、なんかその丸々ステーキみたいなあったら行きたいよな。その丸々ステーキシリーズみたいなのに、もしなんかここにこんなステーキあるよってあれば皆さんコメントください。今のところいきなりやっぱりがっつり突然
俺はついてる。そうやね。他あるんか、何あるんだ。何やろ、何探しちゃう。なんか探したらさ、なんかもう全く別なんやけどさ、なんか AV のタイトルでありそうじゃない。いきなり素敵みたいな。